トレイさん320円ですとかちょっとありがとうございます。今日三笘が見れることにワクワクが止まりませんと。ああ、そうだなよ。みんなだから三笘全然見てていいからね。俺アーサルウルブス見るけど。で裏の時間なんだよね。そうなんだよね。何やってんのこの試合。アーセナルウルブス、ニューカッスルセインツ、面白そう、エバートンブライトン、面白そう、フォレストボンバス、面白そうが23時。いや濃厚っすね。濃厚ですよマジで。とりあえずだからあれなんですよ、この配信終わったらあのユーネクストニヤカメを作っていきます。なるほど、はい。そうですね、ニヤカメ作って、てか1個4分のでダメだ。あ、まあそれでもいいけど、ね、あ確かにね。うん別タブで別のアカウント出せんのかね。それが心配してんだよね、俺。確かに。同時に2つの。おい、うん。アカウントつけれんのかなっていう。ああ、確かにね。うん。コアカウントでいける。家族アカウントかなんかあんの？なんか。ああ、でもファミリーアカウントみたいなのあるよ。あ、そうなんだ。無料でファミリーアカウント3つ作れる。うん。じゃあ、それで、ファミリー、1ファミ。親、高校。親、高で見れんの？多分、契約しなくても。じゃないかな。そうだったら別、簡単に複数試合見えるってこと？最強じゃん。これは合法？合法、違法、どっち？合法だ。それ合法？ファミリーって言ってて違法なことはないし、ね、言ってて違法。ファミリーアカウント。だってな、アースだろ見たい親もパパもいれば、あ、そういうの？ブライトンが見たい子供もいるか。そ、いや、それはダメでしょ。息子の教育失敗で。それはマジで。毒親だな。教育失敗してますけど。毒親がいたぜ。あ、菅原スタメン？あ、三笘菅原スタメン。あわあわひろさん320円です。菅原さんスタメンってことはゴードンとのマッチアップっすかね。あー、入荷する、来た。そっか、そこも見てえな。いろいろ見てえ試合やんな。そうだ、セインツ、うん、あれブレ、むしろセインツ見るか。菅原市長はスタメンですね。雪はスタメンよ。おお、雪圧っすか。いや、ちげえよそんな。あんな変態と一緒にすんだ。あの花の。あの花の。はい、私たちは2試合見る予定でございます。アーサル VS ウォルバーハンプチョン。はい、そしてエバートン対ブライトンでございますね。こちら2試合。まあ、入荷するでセインツもちょっと気になるんですよ。気になるけど、ちょっと単発さんですわ。雪なり雪なり、ちょっと見たいんですけど、ちょっとね、まあ、同時に、もう見るのも無理があるからね。まあね、もう3からはもう見れないんだから。3からは見れないわけでございますので。雪なりがマジずっといいらしいっすよ。マジで、ちょっとな、見れないのが悔やまれるが、ぜひ応援してあげてください、皆さんは。ちょっと雪なり、なんか来週あるかな、雪なり単独の試合。いや、どうかな。セインツは結構23時台に常にいそうなイメージなんだよな。うん、もうセインツ得点未遂。ネット揺らすけどオフ。セインツ入荷するか、入荷するにその、アチマロな戦いを挑んでるの。おー。なんか触ってなかったらゴールじゃねみたいな。ああ、そうなんだ。そんな触っちゃったのかな、なんか。そんなツヤマロな試合やってんの。なんか、ポジティブっすね、セインツ。来週、あ、ブライトン対ユナイテッドだ。おー。そう、来週あるんだよね。そうね。セインツフォレストか。おー。しかも23時台だから多分裏で見なきゃいけない試合やるっすね、これね。大変。パレス対ウェスタムとか多分優先しちゃうな。うわー、見てえわ、そっち。うん、トッタムとエバートンとか。菅原がガチバケモン。ちょっと待って、雪なり情報が気になりすぎるんだよな。雪なり情報すげえ多いな。そっちも見てる人多いか。まあ、プレミアデビュー戦だからな。確かにな。忙しいな、そう考えたらな、みんな。タロさん320円、ありがとう。ありがとうございます。雪なり見ても、ええんやでと。雪なり見たさもあるんやでと。いや、でも後半マジで見ちょっと雪なりチェックしに行きたいですね。行こうかなっていうのはあります。雪ちゃんチェック。雪ちゃんチェック。エバートン対ブライトンのね、結果次第でちょっと。そうだね。チェックしに行くみたいなところもあるかもしれません。ゴードンと菅原がバチバチ。ええなぁ、楽しそうだね。雪のスーパークロスとか、ちょっと見たいですけどね。どっちが主導権に。でなんか、セインツ押してそうじゃない？話聞いてるとセインツ。確かにな。うん。あれ、ボール持ってんのセインツっぽいな、ちょっと。やはり、握りたがりの。うん。あ、ファビアンシアレッド。え？退場？退場っすか。なんか、いろいろ動いてんな。あれ？マジで、ニューカッスル大丈夫か？ニューカッスル？おやややや。で、なに？ファビアンシアが何？菅原ゴールに。惑わされてる菅原ゴールデマが、
画面見てりゃわかるやろ、試合。いや、わかんない。プレミアリーグをプレちゃんだけで、うん、おーっていう方もいるんじゃない。クソジャーナリストがいるな。ジャーナリストが。いや、もしね、このコメ欄にも、いずれ未来のロマーノがいるかもしれない。かもしれないからね。なるほどね。いや、ロマーノもゴール情報はなさない。いきなりフリーキックチャンス。いきなりフリーキックチャンス。いけるの？いきなり情報がもう。いや、わかんない。これに関してはわかんない。いきなりキック。そんな。雪だりがけんの？もう暴れまくりじゃん。暴れまくり。やばくね。つか、入荷するセインツがやばそうだね。なんか。ねえ。荒れてんねえ。蹴らなかった。蹴ってない。さすがにな。さすがにないか。去年のなんか、あの、スパーズに来たマディソンみたいな、もう、すべて雪だりがいるみたいな。お前かって。コメ欄が荒れている。なぜ？でも俺、嘘情報、デマに。デマに踊らされてちょっと。踊らされてる人が。デマする人が悪いんですけどね。そうですよね。踊らされてるな、あれかもしれないし。しかしね、やっぱり僕はあの、人間制約説派なんで。おぉ。うん。どんだけみんなが真面目でもね、一人、デマ流すやついたら、終わりなんで。ちょっとユッキーのスーパープレイ集見たいけどな、80分くらいあるんじゃないもう。この情報を信じる限り。ねえ、80分くらいあってもおかしくないマジで。4プレイ80分。20日目からお送りする。1日目1分もあるんじゃない？ 1 日目1分で。マジで。いきなりのスーパープレイ見てる時の、セイツの監督の表情だ。ウィールみたいな昔の。ジョエリントンが先制弾。あれ、10人の入荷層が。今度は本当ですか？今度は嘘じゃないです。ジョエリントン。プレシーズンが結構ね、躍動してた、ね。ジョエリントンマジうまいっすよ、今。ゴールキーパーがミスったな。ゴールのとこ見てみますか、さっきのセインツの。さ、セントジェームズなの、ここ。ですね、そういえば。あ、ここじゃね？あー。あー、スミスか。キーパーがやっちゃった。セインツ、対象は28分。暴力的行為って書いてあるよ。28分。殴った？ぶん殴った？あ、これですね。退場しますね。ここら辺かな？はい。うわ今時珍しいだろ、このタイプの退場。このタイプ、まあ、先に倒されて、ぶち切れて、プッツンして。プッツンして、どついて、頭ガゴーン昔で、ね、ヌニエスが退場したみたいな感じか。パレス戦でなんか、懐かしいね、切れて、うん、ヘッドぶちかまして。今の時代、ああいうな、なんか、頭突きで退場はそんなね、あれですけどね。GY072935円さんもありがとうございます。今季プレミアリーグの日本人勢のおのおのの GA の予想お願いします。今季プレミア日本人何人いるんだっけ？ 5、6人。富安、鎌田、渡る、三笘、ゆきなりかな、この5人かな、現状は。じゃあ三笘からいくか。8ゴール7アシスト。8ゴール7アシ？うん。6ゴール、うん、8A。ああ。いやー、7ゴール、11A かな。わあ、11A だったらすげえな。どっちか2桁いってほしいという。ああ。だったらでもゴールかなって感じだ。ゴールか。うん。87いったら嬉しいな、相当。87は十分だよね。うん、雪なりっすか？いや、最多だ。雪なり、1ゴール。1ゴール。1ゴール。6アシスト。いや、6は十分だな。6あれ、1G6A はサイドバックにしたら十分よ。1G6A。うん。リアル 1G3A ぐらい。あー、リアル。リアル、うん、それリアル。リアル、そんなもん。うん。富安？いや。富安は、1ゴール1アシスト。まあ、ディフェンダーらしいな。うん。渡るは2ゴール0アシスト。はい。ありえそう。鎌田？まあ、鎌田。鎌田わかんな。わかんねえ。どっちに触れてもおかしくねえ。確かにね。7ゴール、うん、4アシスト。88。いや、88はすげえぞ。88どう ?88 は上出来。上出来よ、マジで。いや、俺は 6G ぐらいだと思ってっけどね。うん。6、7G ぐらいか。6ゴール。ゴールはマジで10。調子。いや、1年目で10いったらかなりすごい。かなりすごい。だって、ホイルンドがそれで。ねえ、うん。エゼとかも10は決めてないでしょ、だって。まあ、エゼ決める方じゃねえかな。で、鎌田、
10は、だってフランクフルトでめっちゃ決めてたでしょ、あの人。やっぱそうだけど、かいやでも10は決めたでしょ、多分。15くらい取ってなかった。10行ってたか。15ぐらいか。なんか15は行ってなくない？ 11、2ぐらいやったかな。あれ、そんぐらいだっけか。うん。パレス、わかんねえからな。うん。2桁で言えろ。ワンチャン全然2桁いくって。いや、それはあるんだよね。うん。そっか、プレシーズンですでに2ゴールしてる。鎌田。プレシーズンマッチの好調を維持してほしいですよね。ねえ。プレシーズンマッチだけ輝く男にはならないでほしいです。たまにいるからな。たまにいるからな。さあ、後半戦ですな。さあ、後半マジで入荷するセインツ見ようかな。入荷する。ちょっと雪なり追っちゃってください。セインツ始めますよ。ちょっと僕追えないんで。こっちはタイマー遅くねえかな。大丈夫かな、なんか。確かに。さあ、ユッキーは？ユキちゃんは右に。右に。右ウィングバック。2番か？ナンバー2ですか？ナンバー2。え、すごい、交代してる？え？そうなの？ゆきなりいないの？ゆきちゃんいないの？よし、エヴァブラー戻ろう。三笘さん。ちょっとゆっき。ゆっき、何見させてくんないの？もう。ゆっき16番か？え、なんでそんな？怪我か？なんか交代させられた？ほんまや、菅原。ほんとだ。サブステチューション。いや、2番かってでもさ、全然雪なりじゃなかったの。番号知らなかったな。そう、ただ、あそこにいるから雪なりが。まあじゃあ、ブライトン、エバートンに戻りましょうか。戻りましょうか、じゃあ。お？お。